した曲はキラキラ星です。今回は星をテーマにハンドベルの魅力を伝えていきたいと思います。ハンドベルにはいろいろな奏法があります。続きまして、先ほどのキラキラ星をいろいろな奏法でお届けしたいと思います。夜空に浮かぶさまざまなキラキラ星を思い浮かべながらお楽しみください。いかがだったでしょうか。手に持って鳴らすだけでなく、パレットを用いて鳴らしたり、手でクラッパーを動かして鳴らしたりすることで、いろいろな星々が浮かんできたのではないでしょうか。星といえば、流れ星にお願い事ですね。次にお送りするのは、ピノキオより星に願いをです。お願い事を想像しながら、ぜひお聞きください。